どうもプロダンです。いやほーということで、今日はここ新宿に来てるんですけど、まあ、皆さんが結構コメントでもあった妹がですね、今日たまたま新宿に東京に来るっていうことなんで、まあ、一緒に遊ぼうってことなんで今日来てもらいました。お久しぶり妹よ。久しぶりですってことで今日は東京久々でしょ。久しぶり、うん、東京僕はもう住んで8年ぐらいだから、うん、案内しますよ。 YouTube 撮っていい？これ撮ってるもんね。もう撮ってるけどいいよ。じゃあ行こうか。行こうか、うん、じゃあ、 妹とデートをしたいと思います。ではデートしてきます。デートしてきますでも久々だね。うん、そうだね。会うの4ヶ月ぶりぐらいか。そうだね。うん、元気してた？元気だった。まあ LINE ちょいちょいしてたと思うけど。そうだね。で最近どうすか、あの私生活の方は。私生活、うん、いや私生活何もなくて。あ、何もないんだ。なんかいつも映画見てる。映画見てる、うん、いや俺もネットフリックスずっと見てるから。わかる見てる。そうだね、昔映画よく見たのにね。うん、ロアはじゃあ最近どう、あの恋の方は。恋の方、うん、いや恋の方もあんまりないけど。あんまりない。今 YouTube で結構流行ってるじゃん、恋の話。うん、恋の話がいやでもそうだな、そんなにちょっと気になる人いたけど、うん、ああそうなんだ。無理かなって思う。いややっぱ攻めた方がいいよ。どうやって？やっぱ LINE をしまくって。いやそれができない。あ、それができない。結構レスポンス遅いもんね。はい、すいません。あ、なかなか既読にならないもんねあんまりなんか LINE しないかも。その既読にならない時、多分男たちすごい結構気になると思うんだけど、うん、既読にならない時かなり長いじゃん時間。うんうん、あれ何してんの？私なんか仕事の LINE とか、あとグループ LINE とかが来ちゃって気づかないみたいな。あ、どんどん下に行ってんだ。そう、下に行ってて気づかないから。あ、それで後々なんか休憩がてら見たら、あ、溜まってたみたいな。あ、そうそうそう。だって結構、なんだろうな、もう仕事してる時とかは、はいはい、携帯あんまり開かないから、その間にこうなって。あ、こうなって。 お兄ちゃんこうなってる。あ、そうなんだ。だからか。そうそう、気になって連写しちゃうんだよね、スタンプとかで、今もう着いたんだけど、うん、この新宿中央公園で知ってる？知らない、聞いたこともない、うん、お兄ちゃんがよく出会い系で使う場所なんだけど。よくないよそれ、うん、すいません、まあ、昔みたいによく遊んでたじゃん、うん、昔みたいに、まあ、ちょっと戻ろうって感じで。分かった。最近仕事で忙しいと思うからさ。いや、めっちゃ人多いね今日。人多い、すごい多い。うん、いやこんな多いの初めてなんだけど。春休みだったね。うん、でも懐かしいでしょ、こういう公園来ると。そうだね、全然来ないから、うん、よく遊んでたもんな、うん、小さい頃よく転んで泣いてたもんねそうだね、うん、確かに。あ、懐かしい、この滑り台。懐かしくはないけど。ローアングルから。こんにちは。でも楽しかったね。楽しかった、すごかった。でもすごい混んでたから、しかもなんか公園がなんか撤去されてて、でっかいブランコが、うんうん、あれ乗りたかったんだけど、うん、なんか他に行きたいところある？あ、高いとこから東京の景色見たい、はい、あーいいっすね、はい、あ、いいね。じゃあもう目の前にあるじゃん、都庁。都庁？都庁の頂上ね、これあのただね見れるから。あ、そうなんだ。うん、都庁知ってる？ここ。いや、行ったことない。行ったことないっしょ、うん、じゃあ行こう。どう？すごい、すごいっしょ、うん、めちゃめちゃ、うん、いい景色で。
やすごい本当に。長崎にはないもんね。ないね、絶対ない。ボートレースしかないもんね、あれ。そんなことないけど。あれがトトロが住むっていう森なのよ。本当？うん、嘘。でもすごいね、うん、どう？あの3個のさ、ビルがあるじゃん。うん、上中下みたいな。うん、すごい。あれが今度俺たちが住む家だよ。すごすぎない？うん、家？あれ、そう、嘘だな。嘘だと思うじゃん。うん、うん、楽しかったね。楽しかった。どうだった、久々に会って。楽しかったよ。楽しかった、うん、いや、実はさっき都庁でさ、ちょっと冗談交じりに言ってたじゃん、マンションに住まないかって。うんうんうん、あれ実は本当で、ロア長崎じゃん、結構遠いじゃん、あるのも、こうやって会うのも。で、両親も他界して心細いじゃん。一緒に暮らさないかなと思って、東京で引っ越しするから。うん、私もそれ思ってたんだけど。